東洋学園大学女子テニス部長の林桃香です。女子テニス部は4年生3名、3年生6名、2年生3名、1年生1名、計13名で活動しております。今年の目標は3部優勝、2部昇格を目指して日々練習に励んでいます。とても和気あいあいとしていて、練習の時はきっちりとメリハリをつけて練習をしています。キャプテンとしてはプレッシャーはあるのですが、テニス面においても人間性においても自分自身が引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います。去年は全国大会のダブルスでベスト16に入ることができたので、今年はシングルスにおいても全国大会に出場できるように頑張っていきます。テニスが好きな方、少しでも興味がある方、ぜひ一緒にテニスをしましょう。